はい、はい、どうもどうも岡林です。岡林ですよ。第4弾ですよね。第4弾ということで、ね、私の髪の毛も伸びてまいりましたけども、ね、はい、伸ばすんですか。もうはい、伸ばします。どうですか。はい、ね、伸ばしたらやっぱ肝なんちゃら肝ロン毛です。あ、言われるんですか。はい、肝ロン毛。はい、肝ロン毛です。誰が言うんですか、そんな。いやいや、いろいろ言われるんですか。早速なんですけど、はい、どうぞ僕のギターちょっと無名ですかね。無名、はい、にしては結構ね、やっぱりちっちゃいんですけど、やっぱちっちゃいギターってなんかこうそばに置いときたいですよね。そばに置いときたい人ですよね。なんでそんなそうですか。ちょっと投げやりじゃないですか。私もちょっとあれですよ、ちょっとちっちゃい人ですか。ちっちゃいです。そばに置いときたいですね。ね、フェンダーなんですよ、これね。フェンダーなんです。で、ボディこれエレキのなんかネックなのかなって思う、ね、ペグがエレキの、エレキのペグ、ね、ペグついてますし、で、ボディ見てもフェンダーって書いてます。やっぱ現行商品なんですか、フェンダーの。え、まさかの質問ですか。あ、まさかですよ。いや、これもフェンダーって書いてます、ね、ここね、ここにシリアルナンバーがちゃんとありまして、アコギのようでストラト感覚で弾けるみたいな。そうです、エレキ感覚で弾けるんですけど、弦はまあこれ弦はアコギの弦を貼ってます。あ、そうなんですね、はい、ほな、なんかこうすごい弾きやすいですね、うん、僕のもね、なんか結構鳴ってるんですよ。なんかこう前に来る感じ。古いギターですよね。でもね、すごくいいですね。ね、感じはこんな感じですね。はい、大きさも一緒ぐらいちゃいます。あ、一緒なんですかね。一緒ぐらいですよ ね。一緒ぐらいです。大きさも一緒ぐらいですね。これでなんかやってみますか。なんかやってみますか。一緒ぐらいの大きさで、ね、いきましょうか。はい、2、3、4、